お土産です。あのサラヤさんと太田さん食べたことないです。あ、早く買えないと日付あの今日じゃないですか。あ、違う、明日じゃん。明日、明日も行く。ハードル高いっすよ。伊勢の先輩にどうぞ、お茶と一緒に先輩にどうぞ、先輩と一緒に食べます、はい、結構レース見たら、はい、かましもあって、はい、まくりもあって普通に先行もあって、はい、で一旦突っ張りながらっていうレースもあって、はい、結構いろんなパターンでやってるのかなっていうふうに見えたんですけど、自分の中で一番得意なパターンというのはあるんですよ。得意、先行が得意ですかね。本来は先行してる。本当は。うん、ジャシーですよ。あ、ジャシーです。ジャシーです。ダッシュはないです。ダッシュはなくて。はい。ジャシーです。じゃあできれば抑えてかけてグイグイグイと後ろ引きずり回すみたいな。そうですね。はい。そういう展開になればいいですけど。うん、納得のいく競争ってありますか。納得いく競争。そうですね、先行してた時はそれは自分の中でいいかなと。前回の予選みたいな感じで普通に抑えた感じで、はい、よかった、ラインで決まって、はい、じゃあ先行みたいな感じ、うん、そんな感じだったんですね、はい、デビュー戦で和歌山の決勝2着以外は全て行っちゃって、はい、結果的にはこう満足が、うーん、微妙じゃ微妙です。その同期とこう被るとちょっと緊張じゃないですけど、ちょっとそういうのがなんか変に意識してしまう部分があるんで、はい、あの和歌山の決勝は、はい、一旦まあ一回突っ張っといて、はい、で近藤さんを、確か近藤さんだったかな、はい、突っ張って、でそこを別にどんどん行かれて、行かれて、はい、そこから反応してバックリングっていう、まあそうです、うん、その感じ。南くんとか、うん、そこら辺かなと思ってた、はい、全然違う人が来るから。ああ、そういうことだった、はい、うん、あ、びっくりって感じだったんですけど、あ、まあ、そこはもう前行かせて、うん、後ろ警戒して、って感じだったんですけど、もう全然力負けした。初めの決勝はね、バンクの、あ、そうそう、バンクやったんですよ。でもちょっと3番手になっちゃって全然ちょっと後ろのこと全然わからんくて、はい、戸惑っちゃった。あれ もう別戦とは思わずもうつく、はい、あの決勝の時ね、並び、そうそう、もうついてましたね、はい、あのもう別戦じゃなくても、はい、このメンバーやったらつこうと思う、はい、うん、あ、そんな話をしてたんですよ、決勝どうするみたいな話、あ、どうする、はい、で、つくか、つくか、行きます。フリートマークだったんですね。ダイジェストを見たら気がついたらもう3番手ちょっとあるので、そうです、あれ初手は番手戦やったんですよね、あれね、あ、番手戦 でちょうど田村さんが抑えに来てちょうど引いてて、そしたらかましてなのすぐ反応しちゃって、自分引いてる時やったんで反応できずに開、うん、いちゃって、開いちゃって5番手入られて、豊島さんに、あ、そうですね、あ、そう、そう、見えるんですよ、そう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 でした。あ、はい、練習仲間が、はい、フォローの鈴木ひろとさんって書いてあったんですけど、違う、ドット GP、 あ、間違ってるんじゃないですか、ね、そうそう、あ、じゃあ間違いですね、モニター見ています、あれって言っとかないかんすね。あ、でも知らないですよ、全然知らないです、ちょっとモニター見ときます、あの、もしそれで完璧間違ったらいいです。あ、そういえば僕もなんか見た、見ましたね、あの見ました、やっぱり練習仲間の欄かどうかわからんけども、神奈川の誰かって書いてある、あれなんか繋がりあんのかなと思って、全然ないです。若い人は同期違うって書いてあって、練習だと思って書いてあって、私鈴木さんの出身校とかなんか知らない、過去に出身、あの法政大学なのかなと思う、でも年齢が全然違うから違う違う、上やもん、鈴木さんと、あ、間違いしたんだけど、じゃあ多分、うん、あのなんか神奈川の誰か書いて、あれ、うん、あ、じゃあ言っときますね、僕は私も見ときます、間違いじゃなかったら、あの